キットは、エクアドルの首都。グアヤキルに次いで人口が多い。南米有数の世界都市。人口は197万8376人。キットの北 23km に、赤道記念碑ミッターデルムンドがあり、線で赤道の位置が示されているが、実際の赤道とは、誤差がある。1757年のキトキトの発祥は、 紀元千年以前まででるることができる当時、その一帯は遊牧民たちの遊牧する土地であったが、その後今の木との位置に死が開かれた。15世紀末には、インカ帝国の支配下に置かれ、11代インカ皇帝、ワイナカパックの母親が、当地の出身だったため、帝国の第二の首都として整備されることとなる。 第一の首都であるクスコからキトまでは、インカ道が通された。しかしその後、帝国ではクスコ派とキト派との対立が深まり、ワイナカパックの死後、帝国は二人の息子により分けられ、ワスカルがクスコを中心に、帝国の大部分を、そして、アタワルパがキトを中心に北部を治めることとなる。その後凝った内戦で勝利を治めたアタワルパは、キトからクスコへ向かう途中。 侵略してきた、スペイン人の捕虜となり、処刑される。そして、キトは、スペイン軍の侵略を防ぐために、アタワルパの武将であったルミニャウィによって破壊された。結局、インカ人の反乱は制圧され、フランシスコ・ピサロは1534年、キトへの植民を開始。町は、サンフランシスコ・デキトと名付けられた。地元民は回収させられ、 教会の建設などに酷使された。そしてその後300年にわたり、キトはスペインの植民地として支配されることとなる。1800年代初頭には人口1万人を数える年に成長していたキトだが、その頃にはスペインからの独立の機運が高まってきていた。1809年8月10日には独立を宣言をするに至った。しかし、その運動は、 1810年にリマから派遣されたスペイン軍により鎮圧されることになる。にもかかわらず、その後の運動は続き、救援に来たアントニオ・ホセデスクレが1822年にスペイン軍にピチンチャの戦いで勝利したことで、スペインからの独立を勝ち取り、大コロンビアの一部となる。1830年にはそこから独立したエクアドルの首都となる。 キトの衛星写真機とは新市街と旧市街からなる。このうち坂道に沿って古い建物が並ぶ旧市街はキトの市街の名で世界遺産に登録されておりサンフランシスコ教会修道院や大統領府パネージョの丘にある聖母像など観光地も多いが治安は良くなくすりも多いとされるので訪問の際には注意が必要である。 また、露天市などもある。新市街は、商業地と住宅地が混在しており、ホテルやレストランの店舗も多い。また、競馬場の跡地を1980年代に整備したらカロリーナ公園は、緑にあふれた市民の憩いの場となっている。赤道直下に位置しているが、アンデス山脈の中原に位置し、標高2850メートルとかなりの高地にある。 ことから、一年を通じて冷涼な気候になっている。また、緯度が低く、高所にあることから、市街戦指数が、年平均12と極めて高い。6から8月を除くと、おおむね降水量は多い。新規と国際空港線用レーン上を走る、路線バスのほか、トロリーバスの路線が整備されており、旧市街と新市街を結んでいる。また、タクシーの数も多い。 また各地を結ぶ高速バスのターミナルが旧市街にある。鉄道路線は、ットに駅があり、バスやトラックを改造したレールバスのほか、観光用に蒸気機関車牽引の客車列車が発着しているが、交通機関として利用しづらい。2013年2月に開港したマリスカルスクレ国際空港が近郊の基ト郡内にあり、国内各地及び南米各国やアメリカ、 スペインなどに就航便がある。同空港の開港までは、軍民共用の同盟の空港が使われていたが、街中にあって手狭なこともあり、新たな空港が建設された。直路機とジャイアントコーンテレフォニコ機とは、シスターシティーズインターナショナル、インクによって指定された3つの姉妹都市を有している。ありがとうございます。